黄色い像は、西かな子による日本の小説、及び、それを原作とする絵本、日本映画。小説は、2006年に発売された西の3作目の小説作品でアルバイトをしながら、執筆活動をした最後の作品。小説のエピソードをもとに、作者自らが描いた初絵本作品としても出版。2013年には著作として、初の映画化された。 都会から九州の田舎に引っ越してきた売れない小説家で介護施設職員の無子婦と動物や虫などの声が聞こえる感受性の強いつまり愛子田舎で近所の一風変わった人たちと付き合いつつも穏やかに過ごす日々しかしある日無子に手紙が届き彼はその背中の鳥の入れ墨にまつわるある出来事に向き合うため東京へ向かう二千十三年二月二日 公開、宮崎葵と向井治が初共演。監督は、余命1ヶ月の花嫁の広木隆一。宮崎は、原作本の帯コメントに、いつか、この小説の妻役を演じてみたいです気候しており、向井も、また、雑誌のおすすめの一冊にあげるなど、原作のファンであった。主に、三重県の松阪市や伊勢島などで、ロケが行われ、 ロケに使われた三重県松阪市湯原湯の原町の古民家は観光向けとして一般公開された。キャッチコピーは痛みを知るすべての人へ送る感動のラブストーリー。全国236スクリーンで公開され2013年2月に3日の初日2日間で公衆8549万7630円。 動員動員63,653人になり、映画観客動員ランキングで初登場第7位となった。最終講習は4億6,000万円。2020年6月17日にオーディオブック配信サービス <music> AUDIOBOOK.jp から配信開始された。AB 宮崎葵と向井治が夫婦役で初共演。 二人の関西弁も見に似合っていると、監督2012年5月18日、ムービーコレクション映画、黄色いゾロケ地松坂、湯原古民家に観光客アーカイブド2013年5月1日、アットアーカイブ、伊豆読売新聞2013年1月31日、R 指定、テディベア映画まさかの帰り咲き。テッドが、再びトップ。映画週末興行成績。 シネマトゥデイ2013年2月5日、2013年日本、映画、外国映画業界総決算、キネマ巡報第百6 5 6号、キネマ巡報社、2014年、201ページ。黄色い像日本最大級のオーディオブック、配信サービス AUDIOBOOK.JP、OK.。AUDIOBOOK.JP、OK.。2021年3月5日閲覧。 ありがとうございます。